車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、土井パフォーマンスです。今回はボンドボディに来ております。久しぶりなんでボンドボディの様子と、あと今回新しく始まるプロジェクト制作がありますんで、そちらをご紹介したいと思います。新しく始まる車から紹介しましょう。こちらです。やってきました、ポルシェ992ターボ S。 こちらをベースにですね、今回こちらなんとブラバスの外装コンプリートを作っちゃいます。日本初っすね。そして世界中でもかなり多分珍しい組み合わせになってると思います。実は今年もブラバスデイズだったんですけど、去年のブラバスデイズでこちらが発表されて、葛飾店の方からの入庫なんですけど、もう即注文入れて、あと車の方がポルシェ今かなり滞ってるということなんで、ようやく納車されたということで、今回この制作シリーズが始まります。というわけで、まず車から見ていきましょうか。もう納車されたてほやほやの992ターボ S でございます。もうピカピカ。そしてですね、今回全部黒で、これソリッドのブラックじゃなくてあれだよね、ジェットブラックメタリックの方の、メタリック入ってる方の黒ですね。こんな感じで全部黒でまとめられて、タイヤホイールはターボ S ということでセンターロック&カーボンセラミック。そしてカーボンセラミックなんで黄色いキャリパーですけども、この辺は変更予定でございます。色についてはお楽しみということで。そして今回僕最初に「始まります」って言ったんですけど、若干間違ってですね、始まってますというのも、実は昨日から入庫してて、もうだいぶ作業が進んでて、サイドスカートの一番下とか外れてるんですけども、絶賛作業なうでございます。で、あと細かいところ、このミラーのベースとか、あとここに関しては今回の制作に関しては触らないでいくそうです。で、ゆくゆくもしかしたらやってるかもしれないということで、まず第一弾としてはもう外装コンプリート、こうパリッと仕上げたのを作ろうということで、細かいところは触らないんですけども、その辺は今後お楽しみにということで。そしてこんな感じでしょうか。で、あとは後ろは大変申し訳ないですけど、だいぶバラしてます。もうウイングも取れてて、レールランプも取れてて、あと下側のこのディフューザーも全部取れてます。そしてですね、なんとこのマフラーももう交換しちゃってます。こちらブラバスのフルチタンマフラーになっております。これ車がデビューした時に一緒に装着されて発表された商品になるんですけども、こちらもちゃんとE マーク適合してる商品になりますんで、音も結構変わってます。これ後で聞いてみましょう。そしてですね、パーツの方も見ていきたいと思います。せっかくなんでこのウイングが外れた状態見てみたいと思うんですけど、意外や意外、これ1個のモーターで駆動してるんですね。なかなかこうバラす機会ってあんまりないんで、僕も全然知らなかったんですけど、このモーターで多分この軸が回って、このウイングのここがウィーンって出てくるんですね。なんかてっきりこの中にモーターが入ってて1個ずつこう上がってるのかなと思いきや、意外にメカニカルな感じでつながってると。そしてここにインタークーラーがあって、エアがこう入るようになってると。勉強になりますね。さあ、そしてですね、続いてパーツの方を見ていきたいと思うんですけど、あ、気づいちゃいました。今回清掃できております。ブラバス、今回のブラバスデイズ、ブラバスシグネチャーナイトでも発表になってましたけども、ブラバス結構アパレルも今力を入れてやってます。今現状としては国内で多分売ってるとこないと思うんですけど、皆さん欲しいですかね。欲しい方はコメントいただければ、今後ちょっと展開を考えたいと思います。そして話が脱線しちゃったんですけど、パーツを見ていきたいと思います。取り付けるパーツはこんな感じです。意外や意外、割とシンプルなパーツ構成なんですけれども、全部組み込むとガラッと変わるということで、1個ずつ見ていきたいと思います。で、まずこれが純正バンパーにかぶる形のリップですかね。こんな感じで、ここブラバスのロゴが入るようにへこんでて、カーボンの目も全部中心に向かっていっております。そしてかぶる形なんで、製品自体は非常に薄いです。本当に1ミリぐらいしかない。ただ合成はめっちゃあります。こんな感じで、また話が少し脱線しちゃうんですけど、今正直ブラバスの偽物っていうのも非常に多く流通しております。で、間違って買うっていうケースもおそらくなくはないと思うんで、今回一緒にこの本物と偽物の見分け方もちょっと見ていきたいんですけど、本物に関してはまずカーボンの目がめちゃくちゃしっかりしてます。そして基本的には全部この中心に寄っていくカーボンの目です。で、なおかつこの分かりますでしょうか、もちろん個体差ありますけど、目もちゃんと揃って中心に寄っていくと。なんで極端にこうよれてたりとか中心に寄っていかないデザインだと、ちょっとコピー商品の可能性ありとそしてもう1点、この裏側、本物のパーツに関しては全部このパーツの番号とブラバスのシールが貼ってあります。なんでこれがないものに関しては基本的に偽物だと思ってもらった方がいいです。価格がもう全然違うんで、おそらくは購入前にほとんど分かると思うんですけども、今本当にヤフーオークションだったりだとか、その他ネットオークションなんかでいろんなものが流通してるんで、その点注意していただいた方がいいかなと。で、偽物だとやっぱりこう強度がなかったりだとか、最悪の場合、破損したり外れたりしちゃって走行にも危険なんで、ぜひ本物をつけていただいた方がいいかなと。で、ちなみに本物だとちゃんと本物の箱にも入ってきますし、説明書なんかも全部本物がついていきます。で、僕も正直ゲレンデのパワードーム偽物とか見たことあるんですけど、もう偽物もペラペラだし、カーボンの目も全然違うし、見る人が見れば分かっちゃいます。なのでぜひここはボンドグループで本物の購入をお勧めいたします。そしてリップの上のダクト、これこんな感じで、これちょっとつけてみましょうか。思い出した去年のブラバスデイズを思い出しました。そうですね、こんな感じでダクトが大きくなるんで、車外バンパーみたいなシルエットになると、それが左右でつくと。そしてあとはこれ、この翼端板みたいなのがサイドですかね、サイドスカートの端に多分つくんじゃないかなと。で、ここにもブラバスのエンブレムが入って、全部カーボン。これは割と貼り付けるタイプと違って、中までみっちりこう詰まってる、しっかりした感じです。そしてちゃんとブラバスの刻印も入っております。で、ブラバスに限らずドイツのこのチューナーのものってティフって言って、そのちゃんとしてますよの適合も承認も取ってるんで、基本的には間違いない商品であることが証明されてます。で、コピー商品とかはもちろんそういうのは取ってないんで、安全にも関わるということです。そしてリアのウイング、こちらはどうなるんだこれ、あ、ごっそり交換ですかね。こんな感じで、そしてですね、めちゃくちゃ軽い、こんな感じで、ウイングもちゃんと全部この中心によるデザインでカーボンが、あ、しかもこれ一周つなぎ目がないっていうか、あるかも分かんないけど分からないということで、こっちにもちゃんとこんな感じでシールが貼ってあります。これ高そうっすね。そしてですね、後ろも、後ろはもうごっそり交換する感じですかね。ディフューザーのこの下の部分がこんな感じで交換されます。もうとにかく作りがめちゃくちゃいい。こういう複雑な造形もちゃんとカーボンがよれることなく作られてて、でドライなんで表面が本当にツルツル、ウエットだと結構こうボコボコボコっていう光の反射で見えたりしますけど、本当にボディのパネル面と変わらないぐらいのツルツルの表面になってます。そして剛性もやっぱりしっかりある。でちゃんとこの辺の爪なんかもやっぱりドライカーボンなんで、そのまま使えると。純正のプラスチックの代わりのパーツに差し込んでもフィッティングがバッチリ出てる。そしてもう1個、リアのこのダクトの部分、これもつけてみましょうか。あ、でここにリフレクターがつくのか。こんな感じで、こちらも純正バンパーをベースとしつつも車外バンパーみたいなちょっとアグレッシブなデザインに変わる、こんなカーボンパーツでございます。これめちゃくちゃしっかりしてるね。こんな感じ。続いて内装を見てみたいと思います。土新車なんでまだカバーかかってますけど、内装なんか赤黒で何にもいじってないのにちょっとブラバスっぽいなと思っちゃいました。全部赤側もありますけど、この上側が黒で下側がこのボルドーの内装。これ今回内装に関しては聞いてないんですけど、多分そのままいくんじゃないかなと。こんな感じの内装です。そしてマフラーの音も聞いてみましょうか。さあ、というわけでベース車両と取り付けるパーツをご紹介させていただきました。これに関しては作業の動画もありますので、ぜひそちらをご視聴ください。というわけで久しぶりのボディなんで、他にもいろんな車入ってるみたいなんで見に行きたいと思います。さあ、続いて紹介するのはこちらのカレラ S でございます。これペイントカスタマイズとマル秘作業で入庫してるんですけども、なんだか分かりますでしょうか。時間切れです。こちらです。救急に全般このナンバーの位置が微妙だなって思ってる方いらっしゃいませんか？いらっしゃいますね。はい、というわけでこちらのお車なんとナンバーの位置を純正この辺なんですよね、確か。それをぐぐぐっと下げて見れる位置まで下げております。日本ナンバーってどうしてもこう縦あるんで、ユーロナンバーだと横長なんで多分違和感ないんですけど、日本のナンバーって大きくてこう高さがあるんで、日本のナンバーベースでそのままつけるとこう明らかにこう空力邪魔してるだろうっていう位置についちゃうと、これ、ポルシェだけじゃなくて最近のフェラーリなんかも SF90 なんかも結構おかしい位置についてるんですけど、その辺を今回修正ということでなんとこうググッと下げてます。ただ理想はもうちょっと下なんですよね。ただ今時の車ってこうセンサーがついてたりとか、あとこちらの車フロントのカメラが実はここついてるんで、下げられる限界はあるんですけど、今回オーナー様にご了承いただいてというかオーナー様のご希望で限界まで下げております。というわけでなんとフロントカメラ3分の2ぐらい映らないらしいんですけど、一応センサーに関しては大丈夫みたいです。なんでそういったプラスアルファの作業もできますよということでですね、これどうやってるかっていうと、純正のナンバーベース上飛び出てる部分を切り取って新たにここを作り直して、でナットの受けですねを打ち直して下げてるということで、これもちゃんとペイントするんで違和感なく取り付けができると。ご自身のお車でいやもうちょっとここなんとかならないかなとかっていうのがあれば、最近ボンド大阪のブログでも SF90 のナンバー下げるなんてやってましたんで、ボンド確定でそういったこともできます。なんでマンソリーとかブラバスとか派手なのばっかり作ってるわけじゃないんですよ。はい、こういう細かい仕事もやっております。そしてですね、今回のお車はこの辺のペイントカスタマイズも施す予定みたいです。でやっぱりポルシェオプションでもいろいろ塗るオプションありますけども、圧倒的にこの素地のパーツのまんまっていう方が多いと思います。でこの辺塗ってあげると高級感も出るんで、非常におすすめでございます。で今回はこの中のパーツはグロスブラック、そしてこの枠だったりは同色ジェットブラックメタリックの同色で塗るっていうちょっとマニアックな仕上げなので、これも機会があればご紹介したいと思います、完成後。さあそしてですね、こちらのお車の他にもこんなお車も入っております。ご覧ください。なんとカリナン、皆さんもうお気づきでしょう。なんとマンソリーでございます。これまた色がやべえんですよ、この車。ご覧ください。動画だと多分パッと見黒っぽく見えると思うんですけど、よく見るとめちゃめちゃ濃い深緑ということで、これすっごいおしゃれですね。コーチラインもこの2本で入ってるタイプで、上はこれはラッピングで通路かな、不用意に触れないんでおそらくラッピングだと思います。はい、というわけでこんな通路になっててマンソリーのオイルが入ってると。そしてですね、これ内装がむちゃくちゃかっこいい。ご覧ください。このきなり色、ちょっとライトグレーみたいなシートと、なんとパネルがこのウッドのパネル、なんかボートとかで使われるこの中心に寄ってくるデザインのやつだよね。これいかついな、これ目立ちますね。そしてですね、このカニナン、これ何の作業をするかっていうと、これからマンソリーのエアロキットをつけちゃいます。というわけで向こうで作業中なんで、それもちらっと見に行きましょう。さあそしてですね、この辺が取り付けるマンソリーのエアロキットでございます。これ今まだ箱から出した状態なんでこう何にもしてないんですけれども、何度もご紹介させていただいてるんで皆さんもご存知だと思うんですけど、塗り分けができるようにこんな感じでカーボン目が出してあって、全部見えないところもカーボン製でございます。これを全部下処理して、おそらくカーボン目出す出さない、最近マンソリ本国だとカーボン目も全部塗っちゃうなんていう仕上げもやってるみたいなんで、どうなるかはまだ聞いてないんで分かんないですけども、この辺の下処理が入るんじゃなかろうかと。そしてですね、なんと今回ワイドボディキットということでオーバーフェンダーもこんな感じで用意されてます。この辺がサイドスカートとつながる部分のパーツです。でマンソリーいいのは基本的にスペーサーで外出す形になります。ブラバスなんかもそうなんですけど、それぞれチューナーのホイールをスペーサーでこうワイドボディに対応する形なんで、今現状ホイールだけっていう方もホイールを変えずにワイドボディに対応できるんで、その辺も非常におすすめでございます。そしてバンパーとこっち下がディフューザーなんかもこれから下処理されて塗装工程に入っていくんだと思います。で前回の動画で紹介しましたけど、ここ新しくデイライトが追加されたんで、この辺も興味のある方前回の動画を見てみてください。さあ続いて紹介するのはこの葛飾店から入庫している G6 さんです。あれなんかちょっとしばらく見ない間になんかちっちゃくなってる気がするんですけど、嘘です。これなんとジムニーでございます。ジムニーをベースにって言っちゃっていいですね。ベースになんとメルセデスのオパリスホワイト、限定車のマットホワイトにオールペンして、なおかつゲレンデルックキットをつけてるそうです。これいろいろブログだったりだとか、あとその他もろもろ制作でゲレンデルックのジムに見たり近くで確認したりしてきましたけども、これ一番完成度高いと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。かなりもうそっくりさんに仕上がってると、正直僕ゴンドボディに今来た瞬間にゲレンデって本当に思ってました。そのぐらいなんかこうサイズ感以外は完全再現されてる。これヘッドライトも多分変わってますよね。でグリルも G63 のグリルっぽくなってると。そしてですね、ここ皆さん気になりますよね。なんかさっき偉そうに偽物がどうとか言ってた、これベンツマーク偽物じゃねえのと、勝手につけていいのと思いますよね。なんとこれ純正流用らしいです。さすがにゲレンデとはサイズが違うと思うんで、ゲレンデのやつかな、わかんないですけど、なんかこれ純正流用らしいです。そしてバンパーも G63 ルックということで、これすごいっすね。そしてタイヤホイールなんかはまだなんですけども、今後何を履くのかめちゃくちゃ個人的には気になります。でサイドスカートだったりも完全再現で、なんとマフラーも63ルックで完全再現でございます。これ完成したら多分葛飾店のブログで紹介されると思いますんで、ぜひぜひ見てみてください。そしてですね、こちらのオーナー様、なんとほぼこれと同じ仕様というか、これのベースになってるオパリスホワイトの G63 乗ってるらしいです。というわけでそっちは普段取っといて、普段乗り用にちっちゃいのを作ってるそうです。なんでこれ楽しみな一台でございます。さあ続いて紹介するのはこちらの車です。これで分かった方は鋭いそうです。マツダの RX7FD かなでございます。結構ボンドボディ、特にボンドグループ全体欧州車をメインで取り扱していただいているんで、国産車入庫して大丈夫なんて時々お問い合わせいただくんですけども、もちろん大丈夫でございます。で特にボンドボディは国産 GT カーに乗ってるスタッフもいるぐらいなんで、国産車かなり強いです。で実際ご入庫もたくさんいただいてて、こんな感じで90年代2000年代の GT カーなんかもたくさん入っております。というわけでこちらの車はなんとこれからリフレッシュがてらオールペンするみたいです。色は効いてないんですけども、とにかく全部オールペンということで、なんと内装も全部分解、そしてエンジンも下ろされております。もうほぼなんかレストアというわけで、こんな感じで結構特に国産車だとオールペンって言っても十数万円からの格安オールペンから、もう本当にきっちり全部ホワイトボディみたいにして塗り上げるペイントなんかもいろいろ差があると思うんですけども、ボンドボディの場合は欧州車で培ったその技術力と、その塗装のテクニックでちゃんと全部塗ることもできますんで、オールペンにこだわる方は是非ボンドボディにご用命くださいませ。もちろん支店じゃなくて直接ボンドボディにお問い合わせいただいても対応できるようになってますんで、ぜひぜひ興味のある方よろしくお願いいたします。さあというわけで久しぶりにボディの進捗をお伝えしました。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。